おさら記事は、富山県高岡市にある浄土宗の寺院。境内にある銅像阿弥陀如来座像は、高岡大仏として知られる。三号は、大鳥徳山。創建当時のことを記録した書物などは現存せず、創建年や回帰については不詳だが、高岡大仏が最初に建立された1221年前後には、すでに大仏を祀る寺院が存在したか、高岡大仏が、 現在の位置に移転した1609年前後に創建されたと考えられている。旅重なる火災で一時は荒廃していたが、1745年、坂下城の極楽寺の第十五代住職である東方丸商人と、その弟子である良官により、中高された。境内の中で最も大きい建物。銅像の阿弥陀如来の座像。 全体の高さは15.85メートル。高岡大仏として知られ、日本三大仏を称する。1981年4月15日、高岡市指定有形文化財に指定された、おさらぎ寺の自称境内にある盆昇。もともとは、江戸時代に町民に時間を知らせるために、金谷町の芋の職人によって作られたもの。数度の火災の後、1931年に、 おさらき寺に移転され、現在に至る。現在も朝夕に疲れている。1962年3月30日、高岡市指定有形文化財に指定された、境内にある場と、観音の石像。高岡市震災国33カ所、第29番令状。ありがとうございます。